札幌ドームに愛称をつけることができるネーミングライツの応募締め切りが先ほど午後5時に締め切られました今月26日札幌市の秋元市長は命名権について複数の企業から問い合わせはあるものの正式な応募がないことを明かしていました札幌ドームを運営する会社によりますと期間内に正式な応募はなかったことを明らかにした上で募集期間を当面の間延長すると発表しました 命名権の契約は2024年からの2年から4年の複数年で希望金額は年間2億5000万円以上とされています。